現在私は、あのレジェンド、令和納豆と、若干トラブルになっています。詳細は前の動画を見ていただくとして、前の動画だけだと、ちょっと説明不足な部分があったので、補足します。まず、削除された動画は、令和納豆をわかりやすく解説ゆっくり解説、というタイトルの動画です。初期の動画で、確か1から2万再生されていました。私の動画は、基本的にキャラクターが喋っているだけです。削除された動画も同様に、著作権違反となる著作物を、一切使っていませんでした。また私としては、名誉毀損に当たるような、動画でもなかったと思います。あれで名誉毀損になるなら、令和納豆に関する動画の多くが、名誉毀損になるはずです。著作権侵害はなし、名誉毀損はなし、ということは 100% 断言できます。ただ、YouTube 運営の基準はガバガバなので、特に問題のないような動画でも、名誉毀損として通報が来れば、動画をブロックする場合もあるようです。私の他にも動画をブロックされた方を、確認しています。続いて動画を削除された理由ですが、YouTube の管理画面では、著作権侵害、令和納豆ロゴの使用となっています。こちらがその証拠です。しかし令和納豆ロゴを保存したことは一度もなく、動画で使ったことは一度もありません。また著作権を侵害する画像などは、一切使っていません。そして令和納豆の主張では、東宝は名誉毀損で削除申請をした、著作権違反で通報したのではない、ということでした。それで YouTube に問い合わせてみたところ、YouTube 運営からは、令和納豆から著作権侵害として通報されており、名誉毀損として通報があった事実はない、と回答がありました。今までの情報を整理すると、上のような状況になります。一体どういうことなんでしょうね。YouTube 運営と、令和納豆の主張が、完全に矛盾しているんですよ。あまり考えたくないんですが、どちらかが嘘をついているか、間違えている可能性が高いです。ただ少し気になるのは、宮下オーナーが、手当たり次第に投稿者に対して、著作権侵害で通報しまくっていることです。間違えてうちのチャンネルを、通報してしまった。という可能性も大いにあります。また宮下オーナーは、突者に対して、自分が有利になるような嘘をつきまくっているので、そもそも宮下オーナーの言うことを、どこまで信用できるのか、という問題もあります。狼少年の話って便利ですよね。こういう時大体説明なしに使えますから、もちろん YouTube 運営も、結構ガバガバなので、運営のミスであるという可能性もあります。ただ現時点でどちらが嘘をついているか、断定できる証拠はないので、宮下オーナーが本当のことを言っていると信じます。正直私もよくわからないです。似たような状況に陥ったことがある人が、もしいましたら、コメントしていただけると嬉しいです。そもそも著作権違反の著作物を全く使っていないのに、著作権違反で動画を消されるって、ヤバすぎるでしょ。確か短期間に警告が3回あれば、バンされるんでしたよね。今うちのチャンネルには、ワンナウトついてる状態ですよこれ。こんな適当にワンナウトつけるの、YouTube 運営、大丈夫なんでしょうか。またこれらの問題に対して、YouTube 運営に対して問い合わせても、異議申し立てをしてください。の一点張りで全く取り合ってもらえません。つうわけでガバガバ運営に、適当にスリーアウトつけられて、バンされる可能性もあるということですね。終わっとるなほんま。ただ誤爆によるバンの場合は、弁護士を通して交渉すれば、チャンネルが復活したケースもあります。普通にバンされた場合は復活は難しいと思います。というわけで以上補足でした。果たして一体どっちが嘘をついているんでしょうか。私気になります。最後までご視聴ありがとうございました。